七夕って七夕って書くじゃないですかどう考えてもタナでででももバタでもないですよ、ね、<laughs> まあそれで、えー、これが日本に伝わったのは多分、えー、奈良時代ぐらいではないかとこれ中国の,あの説話っていうか伝説ですよね、うんあのまあ、天んあの娘とそれから牛飼いの,あの男がですね こういう中になってで、えー、一生懸命仕事もしてたんだけど怠けるようになったのであの天帝が引き離してっていう、まあ、そういう、まあ、む,むごいっていうか <laughs> あの、えー、そんな話ですよね。でこれまあ奈良時代に、えーまあ、中国の風習ということであの、まあ、そういうのを受け入れた時期はねあの 非常に長くありますので、日本の歴史の中には。えー、日本に入ってきた。で、これあの、だいぶ前ですけれど、NHK の、あの、NHK スペシャルっていうんですか、<laughs> まあ特集番組みたいな、まあものによってはなかなかいい番組があったりしますよね。それでなんとですね、えー、京都の冷泉家、 冷泉家ってあの冷たい泉って書くわけですけどあの藤原家家ののの子孫の家の一つなんですねあの今も冷泉家は存在していると思いますがその冷泉家で、えー、まあ藤原定家は平安時代から鎌倉にかけての,あのまあ超有名な家人ですけれども百人一首を編さした人ですよね。<laughs> で、この人の子孫の家があって、そこで伝わっている七夕のお祝いの仕方、お祝いというか七夕の儀式。これを、あの、まあ、おそらくテレビの世界で初めて、えー、っと、きっとそういうふうに銘打ってたと思いますけど、NHK が紹介したことがあった。<laughs> これが、あの、不思議で何か、あの、 なんていうんですかねあの笹一晩中そのお香を炊く炊いてまあその、うん、まあ祈るようなことなんだろうと思いますけど、まあ、そ,そ,のそこで一番あの実はよく覚えてるのはどういう儀式があったかじゃなくてそもそも呼び方で。 えーあります <laughs> まあ、七夕のそのなんて言うんでしょうあのいつやるべきかということに関してはあのいろいろね説がありますがあのなかなか何て言うんですか、えー 旧暦を使うわけにはいかないので、えー、いろいろあの難しい面があるようですけれど7月7日ではなくて、まあ、むしろ約1ヶ月後でないとまあ特に7月7日は梅雨の真っただ中ですからで現にね、まあ、今日はまだいいかもしれないけどでも雲が広がってますからね <laughs> これじゃあの2人は会えないっていうことになるんで <laughs>、えー、困っちゃうわけですが。 8月のまあ初旬比較的雨の降らない、まあ、梅雨が明けた後の状況であればあ七夕のストーリーにふさわしい天候が訪れるということはあろうかと思いますね。まあそんなこんなで、えー、まあ日本においては、まあ、あちこちの公園で、えー、まあ笹を立てて そこに、まあ、主にね、子供さんたちが、えー、願い事を書いて、あれ、願い事を書くっていうのもね、まあ、そういうことになったわけですけど、その、知られたくない願い事もあるよね。<laughs> みんなに見られちゃうわけでね。うん。いや、でもほら、 実現してくれるって言うんだから、それはぜひ書きたいわけだよね。まず大前提として。うん。だけど人に知られたくないっていうこともあるよね。まあ人間難しいなと思いますけど <laughs>。そんなこと考えてるよ、あの、小学生とかいないと思うけど <laughs> うん。あの、算数がもっとできるようになりたいとかね。あの、そういう。 それはそうだろうという <laughs> 感じのものが多いんじゃないかと思いますがあのそう子どもさんのお願いっていうのもあのまあ軽く見てはもちろんいけないですよね。うん、えど今の子どもさんたちはどんなことを書くのかなっていうのもちょっと見てみたい気がしますがそういう番組ってやってないね。ねえ。うん <laughs> 別にあのそこから何か追求するとかいいんじゃなくてあのこれほら、まあ、基本はあのラブロマンス <laughs> 元にある話はラブロマンスだけどもそういうことだけじゃなくて結構なんて願いの種類は開かれてますでしょねあの受験合格祈願で有名なお寺の絵馬なんかはこれあの 誰それさんと、あの、結婚できますようになんて、あの、書か,か,かないよね <laughs>。あの、っていうか、ジャンルが決まってますよね。そういう神社もあるかもしれないし。えー、府中あたりの大きな神社はそうかもしれないですが。<laughs> まあ、なんて言うんでしょう。その、願い事の種類はかなり限られているような気がしますけど、それぞれにね。うん。棚端の場合は、オールオッケーでしょ。うん。まあ、なんかその辺、 なんかねやってみたらいいのになと思いますが <laughs> えまあもともと中国の話ということと関係があるようなないような話ですが血がたぎるほどまあ全身の血液が沸騰するほどっていう表現は これは中国文学でもあんまりないのかもしれないけどもんかそういうことをあの言いがちですよね。あのだいたい怒りに結びつく表現だと思います。えー、怒りで、まあ、ふ震えるとかねいうふうに行く場合もありますけれども全身の血がたぎるような,、えー、なんかいい方向へに情いい方向楽しいこと嬉しいことに情熱を傾けていくというよりは えー、怒りの表現かなと思いますが、えー、本日のこの暑さっていうのは本当に全身の血液が沸騰したんじゃないかと思うぐらい、えー、重たい熱でした、うん、あのー、もうちょっと外に出てるだけでこれ絶対調子悪くなるわと思うようなね、うん、あのー 熱でしたので皆さまぜひお気を付けいただきたいと思います <coughs> とも最近ね喉が絡んでいけないですがあの冒頭にお話申し上げようとするのは実はそれらとも関係のない話ですあのまたウクライナの件なんですけどウクライナの新まあ、ロシアによる侵略から まあこれで1年と、えー、5か月になりなんとしてるわけですね <laughs> あの。ロシア軍に対するウクライナ軍の全面的な反抗が始まってすでに1か月たったということで、まあ、専門家の皆さんの話を聞いていると、えー、思ったよりも ウクライナ軍の侵攻のスピードが遅いと。えー、抵抗が非常に大きくて、ロシア軍は、まあ、守るのもなかなかじょ、守るのがなかなか上手と。なんか、竜の歯というようなね、えー、障害物を並べて、戦車を阻止したり、戦車が入ってくるのを阻止したり、あるいは地雷原を広く取って、そこで動けなくなっているものに対して、 えまあ戦闘ヘリで攻撃をかけると、えー、ロシア軍はなかなか効率的な攻めあの守り方をしているので簡単にそこを打ち破ることはできないとでまあなんかそういう状況を材料に、えー、ロシア軍は強いんだということを言う人も中にはいるかもしれません。あるいはは逆にそうではなくて この,後この間、かなり頻繁に、えー、テレグラム上にあるいはツイッター上に、えーまあ、ウクライナ軍の塹壕の,の総統選ですねこれの模様を、まあ、かなりあの、まあ、えぐいものを含めて、えーまあ、投稿されているのがかなり多く出ておりますけれども。<laughs> 実はそのかなりもちろんスピードとしては遅いのかもしれないけれども順調にロシア軍の支配地域を奪還しつつあるんだという論調もありますまあどっちが本当なのっていうふうに思う方も多いでしょうこれはウクライナ軍は失敗をするのかあるいはそうではないのか で、まあ、それはあの、私も軍事評論家でさえないですから、えー、こうだなんていうことをはっきり言うことはできないんですけども、確認できるいろんな状況をこう並べてみたときに、言えることがいくつかあるというふうに思います。あの、それと一つ、その、今、ウクライナ国内にロシア兵がどのくらい、 残っているかあるいはウクライナ軍の兵士はどのくらいいるのかっていうふうなことを、まあえー、まあ問題にする仕方もあるかと思うんですけれどもロシア軍に関してはもともと25万人ぐらいいたんですねあるいは最初はもっといたそれが今は20万弱ぐらいになってるんじゃないかこれあの ワグネルの人たちが、えー、撤退したということが一つと、えー、この間の激しい損耗によって、まあ、大勢戦死しているということが一つでまあか,かなり実は減った数字として20万という数字があるんですねでウクライナ軍の方もおそらくそのくらいあるいはっていうことなんですけど実は今度のうん 非常にその長い距離で隣接しているそのロシアによる支配地とウクライナ領土のその境というかものすごく長い前線があるわけですけれどもこれの一体どこを突破すべきかということについて実はウクライナ軍もまだ分かっていなくて今あちこちでこうつついている。 これは多分十数箇所あるんじゃないかと思うんですけどこれはまあいわば偵察の延長あの行われていることは戦闘であり掃討作戦であり進攻作戦なんだけれどもこの戦争全体の中における位置づけとしてはこれは一種の偵察であってこれによってどこを突破すべきかということについて え、検討する材料を集めていると。えー、じゃあ、じゃあここにしましょうって言った時に、じゃあ誰が行くんですかということになると、これは実は、えー、ウクライナ軍の、まあ、一番精鋭の部隊というのは、えー、今、どこでも戦闘していないんですね。で、これはどういうことかっていうと、まあ、国内がほとんどでしょうけれども、 ずっと訓練をしている人たちがいる。これ何を訓練しているかっていうと、えー、まあ欧米製の兵器になれること。でまあもっと端的に言っちゃえば、えー、まあウクライナ兵にですね、えー、まあ米軍の戦い方を教えると。米軍を呼び、まあ NATO 軍ですね。でそういうい まあ、て言うんでしょう。国境警備隊みたいなものとは全然違う,う、まあ、軍隊を新たに作っていて、で、それをどこに投入するかを今、偵察して検討しているそういう段階なんだっていうふうに、まあ、解釈が可能です <laughs>。で、これが、まあ、本当に成功するのかどうかというのは分かんないわけで、精鋭っったってどのくらいの精鋭かわからないし、 えー、ウクライナ人の兵隊に、えー、米軍の,あの、まあ、軍装をさせるっていうのはちょっと極端な比喩ですけれども、えー、米軍流の戦い方、まあ、あの自衛隊の,やあの言い方で言うと将兵艦連合作戦みたいなね大 <laughs>、えー、砲があり戦車隊があり歩兵がありそれを組み合わせて戦、えー 前線を突破していくっていくでこれをまあやれる体制を作ろうとしているそれがまあ今なんだという理解になるだろうと思います。でこれこの間例のレオダムがカオクカダムがまあ破壊された、まあ、おそらくはロシア軍の仕業なんだろうと思いますけれども。 これが起こったために、ドニプロ川というところの渡河作戦というのが、大々的にやるつもりであったのが、実はできなくなって、少なくとも時間が必要になっていると。で、これでもね、やったんだよね <laughs>、うん。<laughs> そういうことも含めて、予定していたことは多分、一つ一つ全部やりかけているんだろうと思いますね。<laughs> でまあ、突破をもしロシア軍の,そのちょうど真ん中辺っていうかあのザポリージャ州っていうちょっと変わった名前の州があるじゃないですかあの原発があるとこねあそこをこう縦に切り裂いてアゾフ海というまあ海まで抜けてしまえばロシア軍の占領地は 東部とそれから南部にくっきり分かれてしまう。分断してしまう。<laughs> そうなるとその間の補給とか移動とかができなくなるので、ロシア軍はまあやがて孤立していく。で、そうなった段階で, <laughs> で、つまり、えー、放っておけばロシア軍は全滅するという状況を作り出した上で、停、えー、戦交渉を するかもしれない <laughs> なんかこの前 CIA の長官があのキーウに行ってゼレンスキーさんと会談した時にゼレンスキーさん側からそういうプランを提示されたというふうに、えー、ワシントン・ポストかなんか書いてるそうですが、えー、そういういことがあるようです、ね、まあその時にプーチンさんが「うん分かった相当困ったからじゃあ停戦しよう」って言うかどうかは分からないので。 それがなければまあ今ねあの武器庫だとかあと燃料貯蔵地だとかいうところに対する攻撃がものすごく頻繁に行われていてロシア軍の補給が相当叩かれているっていうふうにそれはね 毎日毎日ロシアのこれはだから占領地だけじゃなくてロシア領のえまあ中でも同じことが起こってるんですけどものすごい爆発炎上事故というかえまあ砲撃によるのかドローンによる空襲の結果なのかあるいはロシア国内にいる なんでしょうあのハンプーチンの軍事組織の仕業なのかまあこういうなんて言うんでしょう兵団を徹底的に叩いているんですよねもすると孤立したまあそうでなくても補給路を断たれてもう最終的に やっぱ兵糧攻めのような形になればロシア軍は全滅するか全部降伏するかっていう状態まで持っていってえさあ交渉だその時にクリミア半島はおそらく交渉材料として取っておけるものなんだろうと思いますけどなんかそんな道筋を描いているようなんですね。 まあ今言った話の中でも、まあ、例えばプーチンさんは核兵器を使うんじゃないかとか、まあ、核兵器は使えなくてもあるいは化学兵器はもしかしたら使うんじゃないかと、えー、シリアでは使ったぞということですよね、まあ、そういう要素もあるでしょうしあるいはいわゆる西側の軍事援助というのが、えー、引き続き大変大規模に行われてきましたけれども それでも不十分だという,う、まあ、見方が多いわけですけれどもこの水準がさらに落ちてしまうのかあるいは上がっていくのか中でも戦闘機の供与っていうふうなことに結びつくようなそういう軍事援助があるのかないのか、えー、F16 をウクライナ人のパイロットが送信する。あの 操作して戦うようになるには、相当時間がかかると、もともと言われていますけれども、それはどうなのか、いろんな不確定要素がありますねあ、一あつ忘れました、ザポリージャ原発、これを使って、ロシアがもしテロを行えば、まあ、これは一種の衝動作戦のようなことになりますよね。 ウクライナのかなり広い範囲を放射能で汚染させるということをロシアが選んだ場合に何がどうなるかもう本当にわが分かんなくなってきますね。そこまでプーチンさんおよびプーチンさんを支えてきたロシアの政治体制は頑張っちゃうのかどうかっていうことですね。うんまあ そういうい非常に、うんまあ、厳しい状況がこれから始まっていくというかあのつまりその温存されてきたウクライナの部隊がどんなものとして仕上がるのかっていうことが非常に大きい要素で,でまああるいはもう一つはロシア側がそのこの間ですね ロシア側の国内の動揺が何を生み出すのか政治的に何を生み出すのか何も生み出さないのかそんなことが非常に結果を左右する大きな要素になってくるだろうと思います。<coughs> うん、ですね。まあ,あの多分そういうあたりを客観的な条件として見て。 えー、どうなるのかなというふうにまあやっぱりこ,れをこの戦争がどうなるかっていうのはその後の世界の情勢にとって決定的だよね、うんあの。そういう戦争になってしまったなというふうに思っております。<laughs> えーとちょっと早いですけど今お話ししたことに関しては、えーまあ、なんとか日曜日に配信を続けたいと思っておりますけど日、えー、日曜ででよかかったかなそう,そうですね <laughs> 土曜日一日あの頑張って <laughs> 材料にするんですが、えー、そろそろ下に出てきます。<laughs> えー、マグマグさんから出させていただいております、えー、ウッチージャーナルそれからウッチージャーナルデラックスこの2つに内容として反映させたいと思っております、えー、ああの藤原定ーじゃなくてねあのウクライナの方になると思いますけど <laughs>、えー、藤原定家を論ずるあの教養はないなお <laughs> いやウ,ウクライナの方は 得意だとか言うつもりもないでしょないんですけど、えー、ねえ七夕しかしさ <laughs> 藤原定家の歌ってな、なのはだろう技巧的すぎて我,我々、ね、現代人から見ると何気取ってんだな <laughs> っていう,あのどうしょうもない感想が生まれてしまう。 まあ、あ,んなあんなゲートができるんだなっていうぐらいキキラキラしてますよね、うんまあ、あの一度 <coughs> そんなものを見ていただければと思いますがはい、えー、ありがとうございますということでちょっと早いんですけど1曲目いきましょうかねいいですか、はいえー「モンゴ・サンタ・マリアで・でラ・バンバ」はい。